生が日本語を学んでいます。彼らもやっぱ出てきてくれてるんでしょうかね。日本に来て1年が過ぎまして、随分と日本の生活に慣れてきました。グローバル社会の一員として学校での生活や授業、アルバイトでの経験から、将来日本で生活していくためのニーズを満たされるように毎日頑張っております。さあ皆さん待ってましたよ、学校法人宮田学園どんたくチームです。元気？なんか元気なさそうだね。今年はですね、200名でこのどんたくに参加してくれております、学校法人宮田学園どんたくチームです。やっと元気が出てきたみたいだね。その調子ですよ、その調子。ここ出発だからね、到着じゃないよ。さあその調子でプンチンパで皆さん行っちゃうよ。参加人数が1万人近いんですよね。やっと通常